これはなんだ？ここで、いや、浴びろよ。で、11日目、コインメイク。おい、ママさんかと思ったら妹ちゃんかい。あ、てかあれスイッチは持っとんやね。石鹸で落ちるかい？メイク落としとかじゃないと。なんか飴みたいなリボンやなと思ったら飴あった。この辺は開かないのか。え、飴しかなくない？おうおう。じゃあ飴渡して、ついていく。ついておいでってすればいいんかな。てか、その服は何？あ、とりあえず服脱いできた。めちゃくちゃ釣られとる。で、ここで顔をパシャパシャやるんやね。水でやっても落ちないですけどね。うん。水でやっても落ちないですけどね。あそこで石鹸を探せばいいんかな。洗面所で。とりあえずこれで洗面所の方までおいでおいで。で、このあれないぞ。あ、なるほどね。収納ができる鏡なのや。あー！育毛剤？速攻性がすごい。まあ、あそこから石鹸を取ればいいってことやね。なるほど。わかったわかった。で、左はいじらなくていいと。さあ、洗面所においで。すげえメイクだな。ここにある石鹸を取って、はい、これで洗いな。今のはタオルじゃないのか、泡なのか。可愛くなったよ。妹ちゃんメイクしない方が可愛いよ。はい、12日目、だるまさんが。これ邪魔なんじゃない？あ、止めとくってことかな。落ちてこないように。はい、止めまして。だるまさんが。どういうポーズ？ちょっとなんかいっぱい来たぞ。いっぱい来た。おーっと、カツラが取れた。だるまさんが。動いたよー。かわいいこの女の子、何？同級生とかってこと？めっちゃかわいいんだけど。急激にかわいい子出てきたんだけど。いや、みんなかわいいけど。え、あのカツラはどう活用すればいいんだろうか。え、活用する必要あるんかな。わからないんだけど。でも出てきたってことはいるような気がするんよね。かぶせてみるか。かぶせれんかった。カツラかぶる？だるまさんが。転んだ。あー、悲しい。カツラは取らなくていいのかな。え、てかあの女の子登場は確実なわけ？だるまさんが転んだ。で、その後だよ。とりあえず。あー、なるほど。これで女の子を見ることもなく、鳩が糞を落としてきても、とりあえず頭は守られる。だるまさんが、転んだ。ポーズは取るんやね。タッチ。おー、いけたいけた。
クリアー。どういう状況。13日目、紳士のスポーツ。お、ゴルフ。妹ちゃんかわいい。お、モグラが引っ込んだぞ。え、邪魔じゃね、そこ。穴開けんなよ、おい。え、めっちゃ邪魔なんですけど。だってそこからあれやろ、パターで行く感じじゃないの。元気メガ盛り飲む。え、でもここからそんな元気になってもさ、かっ飛ばすわけじゃないけんね。うい、どこ飛んでった。どこ行った。あのモグラにはノータッチでいいってことかな、逆に。え、でもこのまんま行っても、おーい、弱すぎだって。かといってかっ飛ばすのも違うもんね。え、そのまんま行く。もモグラ穴開けて、でドリンク飲まずに行ったら、モグラにタンコブできた。なんだ、じゃあどうするんだ。え、他になんかいじれるとこあるかな。あ、じゃあ坊ちゃんの服に何かないかなと思ったら普通に撃ったわ。違うんだよ、そうじゃなくて。え、あれか、モグラにじゃないな。モグラにメガ盛りではない。え、あ、え、これでそんなことある。モグラも向こうに移動したし、ゴールの位置変えたぞ。ずるすぎやろ。え、ずるすぎやろ。いいんすか、それで。いや、妹ちゃんも一部始終を目撃しながら拍手してあげよる、いい妹だね。14日目、逃げろ。何？急にゾンビ？怖い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 。何？自動的に戸が閉まったんだけど。え、これは、何の布だよ、これ。え、なんかすごい荒れてない？ファッションデザイナーか何か、ママさん。なんか布がすごい裁断されとる感じ。え、妹ちゃんが、かわいい。ゾンビだけどかわいい。なるほど、そこ開けたらいかんのやね。うん、で、この辺のは関係なくって、お面。すごいなんか、危機迫る感じの。あ、でもこれどっちかといえばこっちよね。ゾンビのお面をつけて、仲間やと思わせる。こんなもんで騙されてくれる？仲間。あ。ああ。なんてこと。そんな何にもないとこでこけられたらさ、避けるっていうこともできんし、何なんだ、ここに入るっていうこともできんし。え、電気もついたまま。あ。ああ、何もできない。それヒーローのお面もかぶってみる。目が赤くなるんだね。とりあえずヒーローのお面かぶって、よし。戦うんだ、坊ちゃん。お面が外れた途端に弱くなってしまう。他に取れるものなくない？坊ちゃん自身かな。何かある？いや、なんもない。え、なんだ、何もないぞ。服まで緑とかも思ったけどないし。え、なんだなんだなんだ。
え？もうなくない？なんも。ねえ、ないのよ。ねえ、ないのよ、何も。お、マネキンにつけてみる。もしかして惚れる？女の子ゾンビに惚れる？あ、恋が始まった。出てったよ、一緒に。何のコミュニケーションも取れてないだろうよ、今。助かったけど、外の妹ちゃんはなかったことに。15日目、おねしょ。あ、夢の中の坊ちゃんをタップしてトイレに座るのを回避しよう。なるほどね。確かに眠るときにトイレに行きたい感じの夢ってね、実際に行きたかったりするもんね。あと水関係のとか。これはひたすらタップすればいい感じかな。なるほど。あらゆる方向からやってくる。まあでも大量じゃなくって、あくまで坊ちゃんは一人しかおらんっていう感じやけん、いけるやろ。お、起きる時間。さあ早くトイレに行くんだ。君は今すごくトイレに行きたいはず。冷静だな。あ、ちゃんとトイレ行ったね。よかったよかった。クリアー。お、元気いっぱい。16日目、パパ飯。おー、ん、この家はあれかな、お母さんが働いてお父さんが主婦しようかな。それともあれか、お父さんの方が早く仕事が終わるとかかな。いい夫婦だね。こってりがっつり特集。ダイエットレシピ。いや、子供にダイエットレシピはちょっと。パパさんだけならあれやけどね。冷蔵庫も開けられない。ここはこってりが、いや、っていうか、足して2で割ろうよって感じやけど。うん、どちらかといえばこれよね。他に別に何も、ないやろ？でも、そんなことある？じゃがいも落とした、あ、栄養ご飯デリバリー。え、デリバリー作らんのや。いや、まあ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 。まあ、でも、栄養あるもの。でももうね、材料並べとるのにね。まあ、デリバリー取ろう。うんうん。たまになんかもしれんしね。キリッとしなくていいから、片付けようよ。栄養バランスのいいものが届いたんやね。エプロンもまだつけとるけど、自分が作った風。17日目、地獄のシャワー。冷たーいってやつ。プール前はシャワーを浴びて清潔に。これはなんだ、ここで。いや、浴びろよ。あ、浴びろよでしかないけど。正解なのこれ。違うよね。違うよね。うん。いや、浴びないと、そこはちゃんと。え、じゃあなんだ？これは何のやつ？あ、でもこれ外せんよ。あ、こっちってこと？あ、なるほどね、そういうことか。お湯になった。
湯気が出てる。いや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 、お風呂じゃないんですけど。ほかほかしてやってくるよ、プールに。まあまあまあ、でも清潔にはなったね。まあ確かにあそこで、まあ水に、先に水に慣れとくっていうのもあるんかな。冷たい思いするねえ、する必要はないかなと思ったけど、慣れもあるか。入る前に。18日目、終業式。うわ、大変そうだな。荷物が多いな。これは100円でジュースが買いたいのか？お、なんかすごい行ったり来たりしよるけど。ジュースをおごってあげるのか？緑茶が出てきた。で、お兄さんに緑茶渡して、キラーン。誰へのアピール？あ、で、台車を借りて、さ、乗せるんだ。なんかこういうのさ、前他のアプリにもあったよね。他のにもあったよね。何やった？あ、大丈夫か、お母さん。なんか疲れ果てとるね。髪の毛ボサボサになっとるよ。妹ちゃんの世話が大変やったんかな。19日目、ゲーム時間。コンセントが抜けてますよ。お。グローバルギアのマーク。これって、どこだ？なんか、さちゃん太ってるけど。なんて書いてんの？勇者とドラゴン2、2、1もあるのね。え？コントローラーは？ねえ、うさちゃんと一緒に食事しようんやね。かわいい。あ、ここにもなんか、なんてやつかはわからんけど。あ、この辺と、あ、あったあったあった。よし。多分、なんとなく、勇者とドラゴンなんじゃないかなと。これ何？何これ、ゾンビっぽい。はい。勇者とドラゴン。どうぞ。これで OK かな。勇者とドラゴン2。おー、やったね。楽しんでる、楽しんでる。他のゲームでもよかったんかな。20日目、見つけた。怖いよ。カブトムシ目線になるとすごく怖いな。これ朝顔のつぼみ？水をやると、おー、花が咲く。花が、うい、蜂がやってきたよ。これは何するんだ？カブトムシを取るの？もうそのまま手伸ばせばよくない？って思うんだけど。こっちかな。こっちに水をやると、あ、スイカ。しかも虹も出た。シャキーン、おじいちゃん。あ、で、このスイカを使ってカブトムシってこと？カブトムシにスイカは違うみたいな、なんか、最近なっとんじゃなかったっけ？え、違った？なんか、水分が多いけんいかんみたいな。はい、そして、あれ？はい、スイカ。なってなかったっけな。そんな狭い空間やったらスイカ使わんでも多分すっと取れたよ。飛んでいく場所もないし。